日本ハムファイターズ大エース爆誕。8月6日対楽天、先発金村が9回1失点の好投。試合は延長戦に入り、9回で降板したものの、10回万波の満塁ホームランにより勝利、勝ち投手となった。宝石のような金村、完全にエース。若かりし頃の織山元のような金村、金村が異常にいいな。まあいつもだけど。先発金村、セットアッパー金村、クローザー金村が欲しい。金村の芸術的なピッチング、金村かっこいい。完璧にエースは金村。安定感じ、防御率、イニングを食える。金村の安定感エグすぎ。金村がハムの先発で一番安心できる。ガチで金村がエースじゃん。金村攻める気は1ミリもない。金村は悪くない。金村はようやったよ。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。